Pancho. Mm-hmm. I thought I had a puncture because it's really bad. But I didn't push, mm-hmm. but I couldn't push because I tried, but I risked to lose the rear immediately. Like this is really terrible. I can drive, but sure, I go slow because I have no rear. It's like moving. Shit, really bad. 負けちゃうんじゃないのって言われてたよ。誰に？ボカバドエル。自信を持って進めたタイヤだったのに。マイケル君もこれはテストが終わりませんな。困りましたね。6時半までらしいですね。うん、今日はね。ああ、しかし。決まりませんね、これでは。浜島が見上げた先にまたも壊れたマシン。日は西に傾く。進まぬテスト。技術者の思考とドライバーの考え方には差がある。What are you thinking? Hmm? What are you thinking? Should not have something here. How to decide the spec for next week? It's too early. Too early. I have some idea, but we see everything and then we decide. Ah. 今やれることはタイヤを磨くことぐらい。同僚からも切迫した声がかかる。ある意味限界ですね。だから一度に3日間ぐらいで5チーム分ベーンって作れるようにするか、土日を出るようにして他の日を休みにするかという形にしてやらないと対応できないですね。土日で作って月曜日発送みたいなパターンないと。Recently, Michael a little bit very severe for the compound. Okay. Yeah. We discussed tonight very difficult decision. タイヤ選定は曇りガラスで窓の向こうを見るようなもの。くっきり、はっきり見えるのはいつ。浜島の苦悩は続く。今日も厳しい日ですね、本当に。今週海が出てしまえばいいんです。その夜のこと、初めてフェラーリの中枢に入ることを許された。テクニカルディレクターのロス・ブラウンとブリヂストンの重要な会議。So what can we talk about? Talk about tomorrow program. Yeah. And also, if possible, we would like to decide the compound. We must. Have to. We've got three compounds if we can narrow it down to the car and how we. 時刻は夜10時。浜島には心に決めたコンパウンドがあった。746コンパウンド。浜島の売りは803。ここからはロス・ブラウンと浜島2人だけの秘密会議となり、他のスタッフは部屋を出された。フェラーリが考えるチョイスと浜島の技術者としてのこだわり、話は延々と続いた。やっと姿を現した浜島。お待ち遠さまでした。話は止まりましたか？いいえ、まだです。ダメですね。フェラーリもそうですし、ブリヂストンも負けたくないから最後まで何とかしたいなと。Thank you.
もともと木曜日に終わるはずのテストは急遽金曜の午前中まで延びた。日が明けた今日中に決めなければ東京に特注のタイヤを作ってもらえない。数少ないデータを集計する。 Good night. Thank you very much indeed. 一人帰った。 終わった人は帰った方がいいよ。浜島は部下を気遣いつつなおも残る。そっちの時間の今日の12時半には絶対走行は終わっちゃうから、そこまでには絶対結論出すよ。お願いします。夜が明ければテスト、そこで最終的にタイヤが決まる。今が我慢時。残ったのは浜島と菅沼マネージャーの2人だけ。やっと帰り自宅。お疲れ様でした。今何時ですか？2時半です。2時半ですか？何をされてたんですか？ああ、まだ今工場と調整してもらってます。あ、じゃあまだ終わってないという状況ですか？もう一回かかってきます。はい。浜島のサーキットでの日常はいつもこのようなもの。タフでなければタイヤマンは務まらない。For now, not enough time. 金曜朝、蓋を開けてみればチャンピオン争いをしているウィリアムズだけが居残ってプレッシャーをかけてきた。ロス・ブラウンがハミーを呼ぶ。Zero toe at the front. We want to reduce the load into the tyre on the straight. We need to go to toe out. Is that the conclusion? Yes. Probably jump in, yeah. Yeah, Amy confirmed his toe out. 最後の最後に緊張感に包まれるピット。フェラーリもセットアップを見出したようだ。一方、ライバルのミシュラン勢もテストは大詰め。負けたくない。レーシングタイヤ一筋20年以上、技術者魂がうずく。浜島のすぐ近くまでライバルミシュランのエンジニアが牽制にやってきた。浜島は決してフェラーリの言うがままではない。自ら動く。ロス、according toJapanese conclusion, if possible, please check 803 compound again today. Oh, yeah. I've seen it before 99.4. It is not necessary the proper test, just running. Of course, we trust Luca's result. However, formulation wise, a little bit.Difficult to understand the result yesterday. ロス・ブラウンはうなずくだけ。橘さん、一応ブランケット戻りました。ちょっと生煮えだけど、90度にはしたけど。やる気かな。やるのかな。やらんでしょうね。さっき21秒台連発しちゃったからな。これは気に入ってんじゃないの。ソルダウンコースいい。勝丸さんやってほしかったな。発注時刻が迫る。隊長、また感じた時に電話してくるよね。決めなきゃいけない。その時は容赦なくやってくる。じゃあこれとこれ聞いてみるけど。でしょう。
シューマッハは4レース分に当たる212周を消化。1分20秒730をマーク。堂々のトップだ。テストは終わった。午後1時前。そうですね。まあフェラーリ21秒台で走れるセットアップを見つけてくれたんで、まあ、モントレも結構早かったですけど、まあコンペティティブだと思います。楽じゃないですけど、なんとかリベンジできるんじゃないかな。あと1時間猶予がありまして、1時半からこれからフェラーリとミーティングしてスペックを決めて、2時ちょうどまでに、こちらの時間の2時ですね、日本時間の9時までに連絡してタイヤを作ってもらうという手はずになっています。はい、まさにギリギリのタイミング。これを逃したらイタリアグランプリのタイヤは間に合わない。ワンスペックディサイデッド。ベリーアージェント。Sure, really. Like Cinderella. Until 12 o'clock, we have to make an order sheet. あ、浜島です。フェラーリ、一個だけちょっととりあえず連絡すると、の、はい、697HY。これ決まりです。はい、でもう一個今ちょっと話し合っておりますので少々お待ちください。 How do you think 803? Of course, Luca evaluated no chance, he said, but because my concern is 818, of course good insurance, but competitiveness at the stage is okay, so we need to look after insurance situation. It just depends which insurer you want to spot. Just that. Mm. And then at the moment it's just a bet. やっぱ646で決定です。もう超保守でございます。はいはい、どうもすいません、よろしくお願いします。遅くなっちゃってごめんなさい。やっと決まりました。はい、フェラーリもそこそこセッティングが見つかったから良かったんじゃないのかなと思います。はい、 OK, thank you. Good test? Yes. ハミーの声が弾む。浜島にとって仕事とは何なのだろう。まあよく皆さん黒くて丸いというだけおっしゃるんですけど、やっぱりこんだけやってるとやっぱり自分の作ってるタイヤっていうのは面白いっていうか、やっぱり黒くて丸いけど中身本当は違うんだぞへへんっていうのはなんとなくありますよね。可愛いですね、やっぱり。まあ、タイヤを変えることでラップタイムがですね、秒の単位で変えられるんですね。これは多分エンジンメーカーさんなんかに聞くとですね、その秒の単位で変えるにはとてつもないことをやらないとできませんと。だそういう面で時々、エンジンメーカーさんなんかの冗談で言うのは、まあエンジンの開発に金かけんだったらタイヤメーカーに金出した方がいいんじゃないかというような冗談も聞かれるぐらいなんで、そういった面でまあそれだけまだ上がりしろがあるということは逆に言うと未熟なのかもしれないんですけどね、まだ詰める技術がいっぱいあるんだということかもしれませんけど、そういった面でのタイヤっていう捉え方ですねは非常に面白いんじゃないかなと思いますね。まあ、ドライバーっていうのはお客様に当たるんですけど、まあ、その人たちの喜ぶ顔を見るのがやっぱり物を作ってる人間にとってはやっぱり一番嬉しいんじゃないかなと思うんですね。例えば、料理される方がお客様が美味しかったよと一言言ってくれると非常に嬉しいのと同じで、我々にとってはやっぱりいいタイヤだったよと、だから勝てたんだよと言ってくれる一言をもらいたいがためとは申しませんけれど、まあ、そういったところがあるんじゃないかなというふうに思いますね。
non mi ricordo un esempio dove quando abbiamo vinto non ho messo insieme a noi, non ho associato la Bridgestone sui nostri successi. Dunque lo so molto bene, anche quando si parla degli anni 2001-2002 dove abbiamo vinto 15 Gran Premi, so che gran parte del merito va alla Bridgestone. And I think what has changed in the last few years is the willingness to come together as a true partnership. So we're no longer a supplier and customer. We're two partners who succeed or fail together. And I think that's what's evolved in the last few years with Bridgestone. Much closer partnership. I think it's a winning partnership, in all honesty. We have been winning four constructor titles, three world championships, and we can be very proud of this, and I believe that we can do even the fifth one. Italia Grand Prix. Michael Schumacher は5月のオーストリアグランプリ以来のポールポジションを獲得した。まあ、今のこのいい天気でこの気温、路面温度は一応テストしてる範囲内ですから、十分戦えると思うんですけどね。ただ余裕を感じられるんですよ。そんなことないですよ。はい、もうあとはですから、もう手を離れちゃったとか、ね、そうですね、うん、あとはマイケルに頑張ってもらうしかないです。ブリヂストンに感謝。昨日の会見でそういったシューマッハが近づく。Good luck. Thank you. Please. ハミーとシューミー、多くは語らない。気持ちは通じる。ホンダがトヨタがブリヂストンが鈴鹿に向けて勇気のスパートを仕掛けていく。ラスト3戦、めくるめくスピードの世界へようこそ。仕掛けていく、早くもここで仕掛けていく、第二試験のところ、シューマッハなんとか守り抜いた。あと2周、浜島にとってゴールは遠い。長いね、長いね、あと2周。ファイナルラップへと入っていきました、ミハエル・シューマッハ。しかし今大きな歓声がミハエル・シューマッハを包み込む。モンツァサーキットを真っ赤に染める。まだ分かりません。やりました。菅沼が泣いていた。この勝利はグランプリ何周にも値する喜び。6戦ぶりの勝利、ミハエル・シューマッハにとっても心に残る一勝となった。監督ジャン・トッドが駆け寄る。 Thank you very much. Thank you. Thank you. We push now. Yeah. Again. Grande. Grande, grande. Grande. Thank you very much. Thank you. Thank you. 2003年 F1 天王山、まずはモンツァを制した。これぐらいちょうどいい香りでいいね。浴びると大変だけど。超一流の世界でシャンパンを浴び尽くしたサラリーマンの言葉。ミスターマッシーマン。イタリアテレビ局が生中継でコメントを求めた。A very great victory, Mr. Ramashima, for Ferrari, for Michael, Rubens. So a good challenge that you win. Grazie, grazie mille for Scuderia Ferrari, Michael and Rubens. So we are very happy because before the race I promised you Michael will win. So now he did.So happy now. Per un momento Paolo ti ho muto a parlarti. 先週のテストが報われたと。そうですね。テストして、金曜日の東京時間の夜9時20分からですね、生産に携わってくれた人たちがね、一生懸命作ってくれた甲斐があったというふうに思います。そしてロス・ブラウンが直々にブリヂストンの一人一人にお礼を言いに来た。この一生の重み。嬉しさが伝わる。Definitely after the pain, the pleasure is nicer. Yeah, that's right. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.
わって浜島たちがシューマッハを祝福するためフェラーリのモーターホームへ。 Thank you very much. Michael. Thank you. Thank you very much. Let me hug you. Thank you very much, Michael. Thank you. Very important. Yeah, no, no. Big emotion for all of us. Yes. We found our way back and so. And now I'm really yes. The next test, we find something more, I'm sure, yes. And then we can beat them. Yes. We have been big winners, we have been good losers, yeah. And we come back to yes, become that's right. Good winners. Yeah. Yeah. Okay, let's go. Yeah. Thank you very much. No, you come with us, huh? Yeah. Thank you. Yeah. フェラーリのお祭り騒ぎは続く。シューマッハはチーム全員にありがとうを言いたいと会見でも語った。 You take this. Yeah, okay. Keep it. レースは終わった。パパはもう一仕事。あ、もしもし。はい。あ、すいませんね、忙しいんだよ。うん、はいはい、勝ちました、やっと久々に。うん、あ、わかりました。じゃあ頑張ってね。はい、じゃあ火曜日に帰ります。はい。とここで間髪を入れずインタビュー。モンツァの空に月が出た。そうですね、とりあえず勝ったんで、よかったなと思います。ただやっぱりワンツーをちゃんと取らないと本当にタイヤが良かったかどうかっていうところまで言えないんで、次はワンツー取れるようにまたアメリカグランプリ頑張ります。勝った時、今日みたいな時はどんなことが。今日でもね、やっぱりバリチェロ選手はモンテイに負けましたから、ある意味では負けた部分があるんで、そういった部分をもっと研究して、強くしたいなと思います。スキルとかほどないと思うんですけどそうですね、やることいっぱいあって楽しいです、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。レースが終わって5時間。今日の分析とアメリカグランプリに向けての対策会議が始まった。9月17日水曜日、小平技術センター食堂にはイタリアグランプリのダイジェストが流れている。浜島もお昼を食べていた。世界一のタイヤマン、ハミーの素顔がここにあった。どんな思いで今このステアリングを切っているんでしょう、佐藤拓磨。スタンド総立ちで佐藤拓磨を迎えます。夢にまで見た87年から憧れた F1 の舞台で、ついに初めての入賞は5着か。やりました、佐藤拓磨。本当に久しぶりに日本人の入賞を言えることができます。鈴鹿で生まれたヒーローはそのわずか3ヶ月後、白いレーシングスーツ姿で私たちの前に現れました。肩書きはリザーブドライバー。2人のレースドライバーの控えであり、マシンのテストと開発を行うのが主な仕事です。一度世界最高峰の舞台に上り詰めた彼が、なぜ裏方であるリザーブドライバーの道を選択したのでしょうか。そこには未来を見据えた一つの思いがありました。観客のいないガラリとしたサーキット、ここでマシン開発が行われます。今シーズングランプリ生活から離れた佐藤拓磨が過ごす仕事場です。この日はタイヤテストを中心に行いました。去年拓磨が所属していたチームは資金不足のためほとんどテストができませんでした。テスト経験の浅い拓磨にとって、走り込んではデータを集める開発の仕事はとても貴重な体験。
エンジニアとのミーティングではレースドライバーを経験したタクマの発言が重要となります。データをもとにエンジニアととことん話し合う開発ドライバーとしての一歩を踏み出しました。2003年 F1 シーズンはオーストラリアで開幕。20人が揃うレースドライバーの記念撮影にもちろんタクマの姿はありません。タクマは華やかな舞台の裏でチーム関係者に挨拶回り、グランプリ中はリザーブドライバーとしてスタンバイしなければならない立場にちょっと戸惑い気味の様子。スタンバイでレースに、ね、行くときとか実際こう走ってて自分はこうモニターをね見てるわけで、その時はやっぱりいい気分はしないですよね。走りたいのに走れない、レースに出られないというのが何よりも辛い瞬間のようです。そんなタクマがこの夏ある大きなチャレンジをしました。世界中のアスリートが集うツールドフランスの1日イベントエタップに参加したのです。学生時代自転車レースで優勝した経験のあるタクマ、8000人が参加する中トップでスタートを切りました。200キロという過酷なレースに挑戦したタクマ、実はこの時左足のアキレス腱を痛めていました。それでもあえて出場を決意したのはまるでグランプリで走れない鬱憤を晴らすためのよう。今年選んだ道がたとえ茨の道でもタクマはステップアップだと信じて坂道を走り続けます。見かけ上はねレースドライバーではないわけだから、やっぱ裏舞台に回るわけだから、まあ、そう見えるんだけども、ただ自分の中では全然ステップダウンだと思ってないし、そのなんて言うんだろう、やっぱ自分の知らない世界ですからね、自分の知らない世界をね学ぶってことすごい楽しいことだし、ためになることだし、まあ、必ずこう次にこう飛ぶための助走期間にはなると思うんですよね。タクマはこれまでの人生常に目標を達成してきました。学生時代取り組んでいた自転車ではインターハイで優勝、19歳の時には F1 ドライバーを夢見てレーシングスクールに入門し首席で卒業。奨学金でイギリスに渡ったタクマは2001年イギリス F3 のチャンピオンを獲得。その翌年にはついに念願の F1 デビューを果たしました。それはタクマがフォーミュラーに転向してわずか6年という異例のスピード。 F1 の発祥地イギリス、ここシルバーストーンは地元だけあって BAR ホンダは大人気。タクマも取材やファンサービスに大忙しです。今は第一線から離れているとはいえ、イギリス国民は皆タクマの活躍を記憶に留めています。開発に携わってきたマシンがサーキットに到着しました。空力部分が大幅に変革されたスペシャルマシン、実際の走りはどうなのでしょうか。2人のレースドライバーに期待がかかります。いよいよ決勝スタート。ガレージで見守るタクマにも緊張感が走ります。あとここは詰まっていたところ、前のマシンに詰まっていたビルヌーブがミハイル・シューマッハについに上がってしまった。そしてバトンがチームメートに襲いかかった。まだ行っている、まだ行っている。激しいバトルを展開するもホンダの2台はダブル完走を果たしました。モナコグランプリ以来4戦連続リタイアを喫していただけに、スタッフたちもほっと一安心。タクマは一足先にサーキットを後にしていました。チームメイトの健闘を称える一方で、来年こそはという強い思いを胸に秘めていたのかもしれません。F1 の世界に来るまではね、当然ここに来ることは夢であり目標であったけど、ここに来たらやっぱ今度は次はもうトップに行くためしか考えてないですね。その1点だけを見たら今の選択が一番正しいんじゃないかなって思います。タクマの夢は一つ、来シーズン再び表舞台に立ち F1 チャンピオンになること。その夢実現に向けタクマはひたすら走ります。
鈴鹿で今年タクマの走りが見られなくても、ファンたちは一日も早い復活を祈っています。鈴鹿に入ったら自分がどんな気持ちになるのかちょっとまだ想像できない、ね、ヨーロッパシリーズとかあるいは母国以外のグランプリにこう帯同するのとちょっと違うかもしれませんね、やっぱりね、うん、でもどうだろう、鈴鹿の時には、まあ、いい知らせがね決まってればいいなと思ってるんですけども、いよいよ最終戦日本グランプリが開催されます。一段とたくましくなったたくまに鈴鹿で会える日まであと少し。世界一強いチームを作る、最高のタイヤを開発する、夢への階段を上る、選んだ道はたやすくない、だからこそ挑戦し続ける。 F1 日本グランプリ、ジャパンパワーの母国凱旋。トヨタは勝利への情熱を結果に結びつけるのか、ブリヂストンは6年連続で F1 界を制するのか、タクマは母国グランプリをどのような気持ちで待っているのか。秋晴れの鈴鹿サーキットを男たちの思いが駆け抜ける。10月12日、全てをこの日のために。